こんにちは、まさにの494です。今回はメディアで報道されない北海道旭川市立北西中学校のいじめ投資事件で亡くなった広瀬沙彩さんの真実シャープ7、ニュース報道されなくなった闇についてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで正直言うと本来このシャープ7って違う話題だったんですね。ただすごく怖くなってこのニュースが報道されてから、結構見てる方々がすごく騒いだというか、むちゃくちゃ結構話題になったニュースだったんですけど、今でも一部すごく話題になってるんですけど、そのピークから今現在と比べると全然なんかあれ、この事件についてもうみんな忘れちゃってそうな、かすかに覚えてるけれど、なんかもういいやみたいな、そんな雰囲気というか感じられたんですね。それがなんだろう、この事件に関しての怖さとある意味同じぐらい怖いなって、その事件知った瞬間許せないとか、かわいそうとか、いろんな意見とか気持ちとか感想とかがすごく飛び交っていたんですけど、ちょっと期間が空いたりとか違った大きい事件とかが入ったりとか、また今回ゴールデンウィーク挟んだんであれなんですけど、そういったことが起きた後、何事もなかったかのようにではないですけど、全然ピークに比べて話題になってないなっていうのがものすごく怖いなっていうのがすごく感じました。確かにいろんな事件とか起きたりして、そっちの話題に移ったりとかするんですけど、ただ一人の女の子がいじめられて、すごくひどい思いをされて、で周りに助けてくれる大人がいなくて、で一人すごく寒い中、一人自殺したということで、なんかその解決策が全くないまま、そしてなかったかのような、そんな空気感というか、そんな現状がある意味すごく怖いなって思ってます。なのでこの事件に関しては踏み込んでいこうと個人的に思ってます。はい、なのである意味私の動画を見てくれるとか、ちょっと気になった人が覗いてくれるとかいうことで、ある意味広がっていくとは思うので、その動画に関しては続けていこうとは思っているんですけど、やっぱりずっとお話ししてるように、なんかすげえちょっと流行がある意味服とかっていう流行が来た時はすごくその流行に乗ってるけど、少し期間が過ぎたらなくなるみたいな、そんな感じ。なんか人一人が亡くなって、しかもまた子供でっていう、そういうなんだろうのが本当に何回も同じこと言うんですけど、怖いなってすごく思いますね。なんか加害者も笑ってるような気がするんですよね。そうだよねみたいな、みんな忘れてくれ
忘れてくれてラッキーみたいな、そんな感じがすごく浮かんでくる。なんか嫌だなって、そういうのも。なんでいじめられた方が、まあ、そんな思いして自分自身で死んでったのに、そんな風な終わりになってんだろうって、まあ、自殺関連の動画とか、まあ、自殺したいっていう人の相談乗ったりとか、そういった活動もしてるのでっていうのもあるんですけど、本当に供養できねえよなっていうのはすごい思います。一番亡くなったさやさんが一番辛いですけど、まあ、それと同じぐらい親子さんもずっと残るんで辛いっていうのが、自分より先に子供が亡くなるっていうのが一番辛いと思うので、うん、まあ、すごく一度、お話とか聞いてみたいなっていうのは個人的な思いですね。まあ、今回はちょっと本当は違う話題で行きたかったんですけど、まあ、どうしてもこのニュース報道されなくなったこの空気感みたいのがちょっと怖いなと思ったので、こちらにちょっと変えてみました。はい、ということで今回はメディアで報道されない北海道旭川市立北星中学校のいじめ防止事件で亡くなった広瀬爽彩さんの真実シャープ7、ニュース報道されなくなった闇についてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。